の接触面で発生する前線のこと。暖かい気団は冷たい気団に締め出されて上空に押し上げられ、地上では2つの前線が閉塞したような構造になるのでこう呼ばれている。温暖型閉塞前線の雲と気団の様子。ピンク色暖気水色暖かい寒気青色冷たい寒気寒冷型閉塞前線の雲と気団の様子。 天気図は温暖型に近いので数参照。イギリス付近の天気図例。完全に寒冷型になっている。天気図における閉塞前線の記号。日本付近をはじめとした北半球では、温帯低気圧の発生初期には南、東側に温暖前線が、西、南側には寒冷前線がそれぞれ存在し、だんだんと進行方向の前方に向かって、 半時計回りに動いてくる。寒冷前線は移動速度が速い上、温暖前線はある程度北上すると北上がさらに遅くなるため、やがて低気圧に近いところでは二つの前線が接するようになる。温暖前線の前方には寒気、寒冷前線の後方にも寒気があるので、閉塞前線ではこの二つの空気が接する。ただ、 同じ寒気であっても温度差のある場合が多くより冷たい方の寒気がより暖かい方の寒気の下に潜り込みもう一方の寒気はそれに乗り上げるような構造となるこの構造によって閉塞前線は3種類に分けられる2つの前線の間にあった暖気は上空に持ち上げられやがて消滅する温暖前線の長さは一般的に 数百キロメートル千キロメートル程度である。上空から前線の雲域は寒冷型、温暖型それぞれ寒冷前線、温暖前線に対応している。温暖前線、寒冷前線、閉塞前線の三つが接する点を閉塞点といい、天気図ではこの点を境に三つの前線が Y 字状にくっついている。 二つの前線が重なる過程を閉塞というが、閉塞が起きるのは、前線のうち、低気圧に近い部分のみであり、前線がすべて閉塞することはないと考えられる。低気圧の発達が、最も著しい頃に閉塞前線が形成され、始めることが多く、閉塞前線が成長して閉塞した部分が長くなってくると、低気圧は、次第に弱まってくる。 低気圧の衰弱と閉塞前線にも大きな関係がある。閉塞前線が成長すると暖気が低気圧の中心から締め出され、低気圧の発達の原動力となる南北の温度差が小さくなることが低気圧が衰弱する原因の一つとなる。閉塞前線が形成されると、その後2から4日程度で低気圧はほぼ消滅する。また、 前線のすべての部分ではっきりと寒冷型または温暖型にならない場合もあり、例えば一部分だけ温暖型データは寒冷型になったりすることもある。地上天気図では前線の形から型を判断することもできる。閉塞前線が寒冷前線に直線的につながっているときは寒冷型、温暖前線に 直線的な時は温暖型と考えられる。どちらにせよ、上空では前線面と前線面の接する線が形成される。これを上空寒冷前線、上空温暖前線という。瞬間閉塞。寒気の中で低気圧が発生すると、当初から閉塞前線を伴うことがあり、これをインスタントオクルージョンと呼ぶ。長い前線を伴う。 低気圧の広い寒気域の中で小規模な低気圧が形成された時に起こる。閉塞といっても不完全で低気圧はこの後も成長する場合がある。気象衛星観測の雲画像においては小低気圧のこんな雲と前線上の未発達の雲域が併合した見せかけの閉塞前線による雲のパターンとされている。口屈閉塞。 閉塞前線に関して、シャピロ・ケーサーモデルでは、閉塞前線は存在せずその代わりに、高屈温暖前線が存在するという考え方をとる。このモデルでは、前述の温暖型閉塞前線のように、長い温暖前線に対して、寒冷前線が直角にくっつくように存在しており、これを、T ボーン前線や T ボーン型などと呼ぶ。 従来の考え方でいう閉塞前線は、温暖前線に置き換わるため、長い高屈温暖前線となる。天候は、どちらかといえば寒冷前線の通過時に近いと、されている。通過時の気温は、寒冷型の場合ゆっくり下降して、低止まり、温暖型の場合ゆっくり上昇して高止まりする。また、湿度は、通過前にゆっくりと上昇して、通過後低下する。 前線の接近に伴って気圧は低下し、通過後は上昇する。前線面にできる雲は、地上付近では、総雲、総積雲、乱総雲、積雲が多く、上空では高総雲、高積雲、剣騒雲、剣雲が多い。温暖前線と同じように、早くて、前線の接近する位置から2日前から、巻雲が観測できる。寒冷前線上にできた。 積乱雲がそのまま残ったり、再発達する場合があるが、長期的には弱まる。温度差が小さくなったと言っても、実は、温度の境界面が2層になることで不安定度は増す場合が多く、また上空ではまだ温度差があるため、悪天候が見られる。寒冷型の場合短時間の強い雨、温暖型の場合比較的長時間連続した雨が降りやすい。 温暖型であっても、積乱雲が発達する場合があり、雷雨や強い雨が降る。閉塞して時間が経つと、雲の発達が弱くなり、漱石雲などによる鈍点になる。前線の通過に伴い、東寄りの風から南寄りの風に変わる。1999年10月27日に、千葉県佐原市で発生した集中豪雨の原因も、 この閉塞前線である。閉塞前線は低気圧が発達して長寿命の場所に多くできる。北半球では北米東海岸ヨーロッパにかけてのアイスランド低気圧と東アジア,アラスカ沖にかけてのアリューシャン低気圧が上げられる。日本付近では寒気の影響力が強く低気圧は発達過程にあることが多いため寒冷型が多い。一方、 ヨーロッパでは温暖型もしばしば見られ、前線が低気圧を大きく回り込んで一周したようなものも現れることがある。ヨーロッパでこのようなことになるのは暖気の勢いが弱い場合が多いこと、低気圧の再生期減水期の通過場所に位置していることなどが挙げられる。日本付近は北西の大陸からの寒気の影響力が強く、 低気圧の発生期最盛期の通過場所に位置する。ありがとうございます。